田舎者が作る情報バラエティうすきチャンネル。仁王座の法恩寺の副住職をしてます加藤遠征です。坊主の部屋失礼ですか。いや、いいと思います。荒行っていう修行があります。そこで100日間水をかぶったりお経を読んだりして修行します。場所が2時半です。2時半か。3時から水をかぶります。1日2食です。寝るのが大体12時、また2時半に起きる。めちゃくちゃハードです。風邪ひきますね。みんな熱が39度以上出ないと絶対休ませてもらえない。8度6分だったら水かぶってこいって言われるんですけど僕は7キロぐらい休ませた。もうすごい早いお経をわーって上げてテンションを上げて、一回でも成し遂げることができると払いとか祈祷とかができるようになるんです。悟りは開けないですね。邪のものを払う、はいはいはい、力をここで100日間することで与えてもらえます。このまさに地獄と言っていいのか分からんけど、本当にきつい修行をされて、どんな風に自分の心持ちが変わっていくもんなんですか。心持ちですね。まあでもその最初の修行は本当にもう自分の中ではもうカルチャーショックを受けるぐらいきつくてですね。で、まあ、その中でいろいろこう学んだことがあって、まあ、一番は自分ってこんなにこう弱いんだっていうことですね。自分って弱いんだっていうのが一番ですね。いや、こんなんしてる人が弱いとか言われたらもうな、まあ、最初は自分で決めて入るんですよ、もちろん。自分で決めて志願して入って、まあ、男信徒さんからこう応援されて、あの寄付もらって入るんですけど、やっぱ途中でこう逃げ出したくなったり、でもなんていうか、まあ、いろんな仲間が、初めて同じ行をする仲間がいるんですけど、その仲間のことをこう例えば、まあ、食べ物を盗んでしまったり、仲間がこう辛そうな時に助けてあげられなかったり、まあ、いろんなこう人間関係マックスの修行なんで、ここじゃ見えないことが結構あるんやな。やっぱりこう、あの荒行中は目の前にこう何かおにぎりとかあったら、もしすごいお腹空いてそうな人があったらいたら分けてあげられるじゃないですか、普通の状態だと、でもそれができないんですよ。それができなくて、自分だけが楽をしたい、食べたい、寝たい、いい思いをしたい気持ちになってくる。そうですね、っていう気持ちに。そうか、自分と向き合わざるを得なくなるか。そうです、俺ってこんなに弱かったんやみたいな。そうです、じゃあ例えばその荒行の初日が大変なのか、例えば、まあ、1週間とかいくらかやってからが一番辛いのか。いやー、でもずっとですね。あ、そう。やっぱり最初の方はまだこうなんていうかやる気に満ち溢れてるんで、いいんですけど、やっぱり1週間2週間経ってくるとだんだん甘えが出てきて、こうだんだんとやっぱり悪い欲というか、のが出てくるんですよ。その時がやっぱり辛いですね。へえ、その状態に自分を置いて経験したことがないけど、どんな自分が出てくるのか今想像すらできんけど。ちなみに、人間関係の修行ですね。究極の人間関係の修行というか。寝るところは何人部屋なんですか。寝るところは、それも階によって違うんですけど、1回目の人はみんな一緒の部屋ですね。あ、もう雑魚寝みたいな。はい、2回目の人は、8人部屋かな、なんかあって、はい、で、ベッドも2段ベッドがあるんですよ、部屋が狭いんで。で、1回目の人はもうみんな布団をこうバーッと敷いて寝るんですけど、その寝る前にはこう喋ってもいいんですか。ああ、喋っていいです。あ、いいんですか。いいですけど、喋る気力があんまりないですあ、そうなんや。2回目の人は水行と読経の間に部屋に帰って着替えたりできるんですよ。で、帰れるんですけど、この間とかには、1回目の人は帰れないんで、本当に帰れないんです。水行場とお堂と5時になったらその食堂と水行場お堂の繰り返しで、
あとトイレ、部屋に帰れないんです、この睡眠時間以外は。なんで睡眠時間12時にバーッと部屋にみんな帰って、一日の最後に初めて顔を合わせるというか。へえそこで話せればいいですけど、なかなかそんな体力もあまりないんで。僕も喧嘩とかも多いですね。ほう、それは何に喧嘩するんですか？いや、先輩にやっぱり怒られるんですよ。その例えば独居中に寝てたり、はいはい、いろんなもう、まあ、トイレ一つにもこう作法というか早くしなきゃいけないんで、それ遅れてたりすると連帯責任で怒られるんですよ。でそれでお前のせいだ、いやお前のせいだっていうことで取っ組み合いの喧嘩になる。へー、うわー、そっか、なんか小説にある無人島のバトルロワイヤルみたいなバトルロワイヤルでしょ、ね、人の業がもろに見えちゃうよね。業がもろに見えますね。僕前遠征さんにも話しましたけど、僕はヴィパッサナ瞑想っていう瞑想を、はい、10日間の瞑想コースでやったことがあって、うんうんうん、聞いたことある、うんうん、でそれは、まあ、ちゃんとご飯は3食、ただまあベジタリアンというか肉魚ないようなあれで、で一切人と喋ったらダメだったんですよ。で、まあ、その瞑想をして休憩、瞑想をしてご飯食べるみたいなの、まあもっとね柔らかいですけど、柔らかいというかソフトですけど、人と喋れない。でその時は2人部屋で、その時も一切喋ったらダメで、目くばせっていうか、その水シャワーなんですけど、シャワー道路を目くばせ的に、なんかそんな感じでやるみたいな。で一切、まあ、携帯とか本とか音楽関係とか持ち込みダメで、もう喋ることなく、もう外の自然の音を聞くとか、もうそこら辺に咲いてる花を見るとかっていう休憩で、もう自分を見つめ直すみたいな時間があったんですけど、これだからもう本当他者との関わり合いの中で自分を見つめ直したりとか、思いっきりぶつかって、しかもぶつかる自分も相手ももう精神状態の体力的にも追い詰められた状態で、むき出しの魂同士がこうぶつかるような。そうです、すごい。これ例えばこれをやりたいと思っても、はい、なんて言うんでしょう、一般の人が、はい、お坊さんじゃない人が行くわけにはいかないですよね。行くわけにはいかないですね一応日蓮宗のお坊さんになって3年経たないと入れない。3年間か、3年だったと思うんですけど、それは規定があるんで、うんうん、一般の人がやりたいと思ったら日蓮宗のお坊さんにならないといけないです、うん、とか師匠を見つけて。ただ水行の体験はできます。なんか薄くでもやってるんですけど、年末でしたっけ。あ、まあ、うちでは、一応大晦日にやったりはしてるんですけど、うんうん、そうですね、大体冬場に、西蓮宗のお寺で水行してるところはこう体験してみませんかっていう案内を出してるところもありますね。しんちゃんやったことある、うん、ある。これもそのあれは秋町だったかな、じゃあ何どこだったっけ、木月の木月かな、山の町の、あ、山が、はい、そうそう、山が町の遠流寺さんっていうお寺さんで、私の先輩のお寺です。はい、僕もあのエセさんにご縁いただいたお承認さんなんやけど、ちょっと年が上ぐらいの、僕より年下になるかな、一つか二つか、で、まあ、水行体験というか、まあ、本当に水行のをすることで、あなたの思い描いてるその願いを岸本神様にお届けしようという本気の気持ちがある人たちにぜひ体験してほしいというところに行かせてもらって、で水かぶらせてもらった。もうでもほんの 1、2分、 1分もかぶってないな、10回ぐらいかな。そうですね、うん、はい、真夏に、うんうんうん、もうやっぱりリザビアンさんリゾートじゃねえか本当にもう夜からずっと水張って薄い氷が張るような寒い時期のお水をかぶらせていただくという機会を1回与えていただいた。マミーとかもここでゲスト来てくれちゃうの、うん、でも去年おととし、あ、今年去年やってるはず。あ、そう、うん、はい、そうだよね。まあ、そういう体験をさせていただけるけども、そういうもんじゃないよね、なんかね、その水かまるけど冷たい件大変とかそういうレベルじゃないっていうか毎回冷たいですけどね、やっぱり毎回嫌ですね。ああ、そうなんや、毎回嫌です。え、2時半だったら誰か起こしに来てくるんですか。あ、そうですね、起きる人がいるんですよ。うん、でそれで起こしてくれたりして、本当に毎回修行ですね。特に一番はやっぱり3時、6時、この水が一番
まあ、眠いし、寒いし、もう嫌だってなりますね。心臓キューってならない。なります、なります、ね。なるほどな。これ本当もう、ひょっとするとその大変なことになったりする方々もいらっしゃいますよね。次回の好きチャンネルは、もう一回行きたい。もう一回行きたいかな。ド M ですね。ド M ですね。仲間もできるんですよ。生きがいのない仲間が。この荒行中は荒行以外のことはあまり考えなくていいんだよ。家のこととか。最終的には心がすっきりして、すごい生まれ変わったような気分になります。お楽しみに。好き好き。